水中ドローンを扱いまして、最初はやっぱりだいぶ難しい部分が多かったんですけど、ちょっとですかね、ドローンの本体とか画面とかいろいろ見るところがいっぱいあったので難しかったんですけど、慣れてくるとわりかし思った通りに動かせるようになったので、ちょっとこれからも練習しながら使っていければと思ってます。そう、あ、操作自体はだいぶ、感覚的にやりやすくて分かりやすいと思います。はい、であとはソナーは音声か何かで操作しながら調整できると一番やりやすいなと思いました。まあ、前回蔵前でも、まあ、やったのと、まあ、今日やったのと比べると、まあ、今日の、まあ、操作だとやはり流れとかを見ながらやらないといけないので、なかなかやっぱり難しいなとは思います。なのでまあ今後まあ実際実務で使うようにするためにも、まあ、もうちょっとトレーニングをしないといけないなと、はい、思いました。非常に丁寧に教えていただいて、本当にありがたいと、はい、思います。何度か私は海でも一回デモンストレーションしていただいてですね、まあ見てはいるんですけど、まあ実際に最初から始めて、なんか組み立てから全部やるのは初めてで、まあいろいろ勉強できるところが多かったように思います。はい、一つ我々の会社で今力を入れているのが洋上風力発電の地質調査というんでしょうか、そういうのに力を入れてまして、その中で地盤の硬さっていうんですかね、強さっていうのを調べる方法っていうのがありまして、微動アレーダーサーっていうんですけども、それは地震計を回転沈めて、まあ、震度を測るという装置なんですが、それがちゃんと着底しているかどうかを確認するとか、あともう一つはですね、そのやはり洋上風力で、ボーリングっていうのをやりますけども、その時にその、なんていうんですか、足がついた台船のようなものを海底に置いて、足を海底に置いて、その上にそのボーリングマシンを積んで作業するってことをやるんですけど、まあ、その時よくあるのがそのリグっていうんですかね、その足回転につけてる足がうまく固定できなかったりすることがあったりして、ちょっとその時回転の状況がどうなってるのかっていうのをすっとこう見に行きたいとかっていうニーズもありまして、まあその主にその2つのところに使いたいと思います。